竹地ハンペーターを追ってたら意外な大物が釣れた。これも運命ってやつか。おいおい、まさかこんなところで抜きじゃねえだろうな。俺を呼び出したのはお前か。ああ、土佐浪人中岡慎太郎だ。よろしくな、坂本龍馬さんよ。土佐の中岡慎太郎。そう、同郷のお仲間ってわけさ。竹地を追ってるってのはどういうことだ。誰とも知らない奴の呼び出しにのこのこ出てきたんだ。時間はあるんだろ。ちょっと長話に付き合ってもらうぜ。中岡と言ったな。あんた、ない。吉田東洋様の付き人だ。正しくは、東洋様には返しきれねえご恩がある。おやっさんの？おやっさんか。あの時もお前、東洋。あの時。東洋様が殺された時だよ。あの時。あの場にいたのか。物音に気づいて俺たちが駆けつけた時には東洋様はすでに切られていた。そしてあそこにいたのがお前と竹地半平太だ。何？あんたなぜ竹地が役人が駆けつけた時あそこには。言っただろう、俺は東洋様の付き人だったからな。あの日お前。そうだったのか。あの後俺は東洋様を守れなかった責任で罷免された。お前らのせいで人生が狂っちまったんだよ。ま、俺のことはいいんだ。どっちにしろ東洋様がいねえのに城勤めしても意味がねえ。だが東洋様を殺した奴だけは許せねえ。お、で、本人を目の前にして。悪いな、今のは冗談だ。どういうことだ。俺は真の犯人は。ん？よく考えてもみろ。もしお前が東洋様を殺したとして、お前に一体何の得があった。脱藩浪人として故郷にも帰れず京で名を隠して生きなきゃ。そこまでしてなぜ東洋様を殺さなくちゃならない。じゃああんたは。竹地半平太だ。俺はそう見てる。なんだと。竹地半平太、そして土佐勤王党の大躍進、藩の三世だった東洋様が生きていれば竹地もここまで土佐を思い通り。ましてや竹地は上司にまで昇格している。これ以上に得した奴が他にいるか。だがまさか。絶対に違うと言い切れるのか。それであんたは竹地を追ってたってよ。ああ、で、やつを嗅ぎま…なるほどな。確かにあんたの推…なんだって。あんたらが駆けつける前にもう一人あそこにいたんだ。覆面の男がな。俺たちは見たんだ。実はな、俺…そうだったのか。どうやら今度は俺が話を聞く。なるほど。だからあんたは親切。ああ、そこまでヤバい橋を渡ってんだ。手応えはあったの。山並圭介と長倉新八は覆面の男とは思え。新選組に入って掴めたのは。いや、入隊してまだ何日も経った。だが隊長なんて目立つ立場じゃこの先動きづらい。だからよ、坂本さん、俺も東洋様を殺した犯人を追ってきた。俺たちは会うべくしてここで会ったんだ。違うか。ああ、あんたの言う通りかもしれねえな。よし、なら
あいつらは。やべえな、土佐勤皇党だ。俺が竹地を嗅ぎ回ってたのも感づかれたか。中岡慎太郎やな。連中の目当ては俺だ。あんた逃げろ。この状況で見逃してもらえるとも思えねえが。ま、確か勤皇党の邪魔をする人間には消えてもらう。こっちの連れは関係ねえんだ。返してやっ関係ないもんとこんな。たく、すまねえな、巻き込んじまった。気にすんな、全く関係がないわけじゃない。恩に切る。二人まとめて蜂の巣にしちゃれ。
Thank you.
ゃないぞ。さすがに新選組の隊長になるだけあるな。大した腕だ。いや、あんたもあん。まあ、今後とこれから俺も寺田屋に拠点を移す。お互いの情報はそこで交換しよう。分かった。いや、竹地の方は一旦やめだ。それにあいつは土佐に帰っちまったからな。俺も新選組を探ってみるさ。ちょっと待て、竹地が土佐に帰ったぞ。知らなかったのか。最近江戸から土佐へ帰ってきた大殿の。それはまず大殿の山内陽動公。このお方は先幕府の権力争いに巻き込まれてな。だが先の藩主として未だに土佐殿様にしとくにはもったいないほどの切れ者だ。その陽動公が江戸にいる間、土佐を任されたのだが、その東洋様が暗殺された。で、陽動公はようやく幕府の。その大殿が。さあな。だが問題はそこだ。陽動公から見て愉快じゃねえの。1年前陽動公が土佐にいれば金の塔が。それはつまり竹千代。そいつは陽動公の出方次第だな。今だが俺たちには目の前の仕事がある。覆面の竹地は新選組に潜入してるわけじゃねえんだ。お前さんよりよっぽど安全だ。ああ、幹部たちの思惑が渦巻く中、新選組で龍馬は一人覆面の男の手がかりを探す。そんな中、吉田東洋暗殺事件の真相を追うもう一人の男、中岡慎太郎と出会う。数少ない協力者を得た龍馬。しかし土佐藩の大殿山内陽動が土佐に戻ったことを知る。そして時を同じくして竹地半平太に土佐帰還命令が下る。土佐に不穏な気配を感じながらも、龍馬は再び覆面の男を追い始める。あのはじめさんが自分から起きるなんて珍しいこともあるもんですな。せやけど肝心なものを忘れてへん。さあおりょうちゃん。これは裾を直してくれたのか。気にせんといて、ちゃんとお代はいただくさかいな。おかみさん。せやね、斎藤藩がこの国を動かすくらいの大物になってくれはったら、新しい寺田屋でも作ってもらいましょうか。本当に金に細けえ女ばかりだな、ここは。さあそろそろ出なあきまへんな、三番隊隊長さん。ああ行ってくる。飯と風呂頼んだぜ。
と気づいて。安そうなってますよ。お立ち寄りください。お得ですよ。俺が待ちを取った。
急ぐな。何？何やあれ？どうも、斉藤さん。お、は隊長の仕事を一通り教わるんだったな。はい。ああ、頼む。まずは豚所内を案内します。ついてきてください。ええ加減にせ。そんでええ加減にせ。ええ加減にせ。もう昨日ここには来ましたよね。タイの大事な会議とかはこの本堂で行います。それで次の場所に案内します。わかった。もう手紙が来てもいいからな。
ここは土蔵ですね。でも蔵としてだけじゃなくて、まあいろいろ使わせてもらってます。さあ次に行きましょう。ああ。なんかさ、ええ加減にせ。気にすんなよ。知らんの。なしだなし。あいつらまた。ごちゃごちゃ言ってんじゃねえよ。あんなの大したことねえよ。なめとんちゃうで。任せときって。これなんぼやわ。ここには各隊長の部屋があります。もう案内されたそうですが、斉藤さんの部屋もここですね。身支度したい時や休憩を取りたい時に使ってください。では次に行きましょうか。ああ。いつまで寝てんだよ。文句あんのかよ。斉藤さんはまだ聞いていないと思いますが、山並さんの三番隊には普段の京都の治安維持以外、山並さんの後釜の斉藤さんに詳しいことはそこの受付にいる担当者に聞いてください。斉藤さんが来ることは伝え、それじゃまた。忘れとったわ。ごめん。明日でもいいだろ。
こんなとこですかね。わかった。時間も時間ですし、今日はもう、じゃ、お疲れ様で。ああ。
うぞ寄ってきてよ。気軽に覗いて。さあどうぞ見てください。
斎藤はじめさん、私ですよ。誰だ。おっと、失礼しました。お話しするのはこれが初めてでしたね。新選組監察の山崎と申します。よろしくお願いします。三番隊隊長殿。観察。新選組の中でも情報収集や偵察に特化した部隊です。だからこの手の変装はお手の物というわけです。あなたをお待ちしていました。ここは寺田屋へ帰るには必ず通る道ですからね。俺のこともそれくらいは調べがついてるってわけか。そういうことです。これからはくれぐれも行いにはお気をつけください。どこで誰が見ているかわかりませんから。それでなんでこんなところに。東堂さんから話は聞かれていますね。脱走大使。ああ、そうです。その秋元の居場所が奴を捕らえるのは斎藤さんに一任されて。ああ、そう聞いている。で、祇園の日向屋という店です。のんきに馴染みの女と。愚かな奴です。大方今日から逃げ出す前の。なるほどな、わかった。初の任務ですから、くれぐれもご注意を。